いつもお世話になってるみんなにお礼がしたかったの。でも普通に招待しても来てくれないと思って。休みの日に誕生日とかどんだけベタなのって思ってたけど、そういうこと？ごめんみんな。ほらしおりも。ごめんなさい。いいじゃない、一度みんなとゆっくり過ごしたかったしね、みんな。なんか悪いな。でも意外、ガンガンが来るなんて。俺のロジックが聞こえたからだ。そうあれ親父は？6時までに帰るって言ってたのに。また女の人口説いてんじゃん。まさか。どうぞ上がって上がって。おやじ、今はダメだ。局長どうした？剣バーでベロニカと飲んでたら声をかけられたの。剣、おめでとう。今日誕生日なんだって。いや違うんです。はあ、いやまさかしおりが同じことを考えていたとは知らなかった。剣家の血だな。どういう意味？もうその話終わってるんで。よし、全員揃ったことだし、お食事の用意しますね。何か手伝うことあるかな？じゃあお願いします。うん。おい、味見させろ。ダメですよ。ケチケチするな。私は何すればいい？ああ、クロエは飾り付けお願い。なんで自分までこんなこと。ほら、ちゃっちゃと書く。おい、親父も働けよ。働いているさ、大切な支局長の接待だ。そう。ねえねえ、レンタロウは何の仕事してるの？あ、ビッグな仕事さ。なに、気になる。驚いたな、あのネメシスがあそこまで懐くなんて。何かがハマったんだね。あの、お母様は今日は？お兄ちゃん行ってないの？うん。母は7年前に病気で亡くなったんです。ごめんなさい、知らなくて。気にすることはないよ。みんなが来てくれて、かすみも喜んでる。うん。よし、じゃあ俺からみんなに質問。みんな、好きな人はいるか？親父、修学旅行じゃないんだから。何恥ずかしがってんだ。みんな年頃なんだから、好きな人の一人や二三十人いるだろう。親父と一緒にすんなよ。はーい、私いまーす。お、じゃあ、ビーナスちゃん。私が好きなのは、ここにいる、みんな。お、いいね。よかったな、ヨシチカ。お前も入ってるぞ。いや、ビーナスは博愛主義者だから。はぁ、じゃあお前はどうなんだ？え？この中で誰がタイプだ？いや、答えられるかよ。礼儀だろ、礼儀。こんな素敵なレディーに囲まれてるんだから。え、考えたこともないよ。毎日街の平和を守ることに必死だし。からの、それだけだよ。もうお父さん空気読んでよ。お母さんもきっとそう思ってる。後でみんなと一緒に。お邪魔してます。剣くんにはいつもお世話になっています。綺麗。よかったね、お母さん。やめろ、怒られるぞ。だって殺風景なんだもん。何やってんだよ。どん、可愛くなったでしょ。そうだな。全然食べてないじゃない。あら、
いいよ、生きとし生けるものの礎よ。おりこ、おしっこおしっこ、あーちびる。あの、アテナ知りません？ん？なんかどこにもいなくて。買い出しに行ったぞ。え？一人で？礼儀だろ礼儀、こんな素敵なレディーに囲まれてるんだから。え？もう一回トランスしようよ。もう一回もう一回。まだ変わりたくない。ルシフェル、いいでしょ。もう悪い、続きはまた今度。じゃあまたね。次は絶対だよ。待て、そう怖い顔をするな、アテナ。美しい顔が台無しだぞ。テトラヘブンでの暮らしが嘘みたいだ。百年戦争を引き起こしておきながら、その罪から逃れるつもり？もう十分償ったさ。打点の地はまさに地獄だった。本当は何を企んでるの？言っただろう、私はこの世界を楽しんでいるだけさ。君と同じようにね。私は別に。剣義親だったか。惹かれているのか、彼に。でなければ、君ほどの女神が男をパートナーに選ぶとは思えない。ええ。でもあなたには関係ないことよ。応援するよ、君たち二人のこと。誤解しないで、彼と私はあくまで。一時のパートナーに過ぎない。この戦いが終わればテトラヘブンに帰る。そう言いたいのか？彼の人生を邪魔する権利は、私にはない。私はそうは思わない。このままセプトピアに永住する選択肢だってあるんだぞ。人と神の共存、理想的な世界じゃないか。アテナ、君が剣義親か。誰？ルシフェルです。あのレベル 9.8 の。では、私はこれで。待てよ。相手にしないでください。君たちの安息の時間を邪魔するつもりはない。なんであんな危険なやつと。なんですぐに俺を呼ばなかったんだ。呼ぼうと思っていました。ただ、何？ルシフェルはこの世界を楽しんでいるだけだと。そんなの嘘だ。本当にそう言ったんです。俺よりあいつの言葉を信じるのかよ。そんなつもりでは。分かった。神様には神様のロジックがあるもんな。人間の俺には分からないよ。失礼しないと。局長、気にしないでください。いつものことなんで放置で。皆さん、この後どうしますか？私はもう少しどこかで飲んでいく。羽を伸ばせるのは今夜限りだ。私帰りたくない。あとは任せていいか？あ、はい、うちは別に。行こうか、ヴィーナス。うん。え、ヴィーナスも行くの？ここからは大人の時間。うちらも帰るね。家族が待ってるから。私たちもお家に帰ります。んケッツーのこと家族に紹介したいので。私たちも
外縁区のロッカーに寄って帰りましょう。ああ、違うんです。マナー手紙を回収することにしたんです。ね。うん。え、本当に？ほら、みんなに伝えて。これからは、明日だけを見ていたいから。そうか。やっほー！よく言った、マナマナ！最高！お邪魔しました。まったね。じゃあ私もそろそろ。帰っちゃうんですか？いや、泊まってってください。お布団もありますし、お風呂の準備をしておきましたから。お風呂？泊まっていきませんか？せっかくしおりさんが用意してくれたんですから。でも、俺は別にいいよ。もう寝るし。ねえねえしおり、パソコンある？パソコン？ちょっと見たいのあるんだけど。うん、私の部屋にあるよ。来て来て。みんな帰ったのかな？ああ、ネメシスはしおりとなんか調べ物。アテナとユリネは風呂かな。そうか。それ、俺のジャージだよな。なあ、借りた。お前、泊まる気？悪いか。いや、別に。アテナがルシフェルと？ああ、うぬぼれるのも大概にしろ。でも吉近さんは信じてくれなかったみたいで。本当にすみません。元はといえば、私たちテトラヘブンの内紛のせいで皆さんにご迷惑をおかけしていて、この問題が解決したら元の世界に帰りますので、もう少しだけ。寂しいこと言わないで。え？あ、今度は私の番。あ、玉木さん、ありがとう、力を貸してくれて。いえ。どうしたんだよ、急に。俺にはいない。でも、お前には信頼を寄せてくれる名役者がいる。俺は心配しただけだ。お前だって見ただろ、あのパラドクスゾーン。パラドクスレベル 9.8 なんて、国が滅びかねない強さだ。だからといってルシフェルが危険だと決めつけるのか？パラドクスレベルは、あくまで俺たちセプトピアの人間が決めた尺度に過ぎない。全てのフォーリナーがセプトピアにとって害だと言えるのか？それは龍炎公主シャオリン、ヴィーナスに会う前に私の名役者だったジスフィアに住む龍族のお姫様、勤めが終わって元の世界に帰っちゃったけど、今でも思うの、あっちの世界で元気にしてるかなって。もしも異世界同士をつなぐ電話があったら、
今すぐにでも声を聞きたいって思う。玉木さん、こうして出会ったのも何かの縁。戦いが終わったらそれっきりなんて寂しいよ。そもそも人と神が共存してはいけないと誰が決めた？人と神とは住む世界が違うと安易に線引きすること自体俺のロジックにはない。まあお前のことなど俺には関係ないが、俺アテナにひどいこと言った。呆れて物が言えないな。お前に非がある確率は 100% だ。俺謝ってくる。ったく、ここまでバカなやつだったとは。待て、剣！しおりさんに部屋着借りてきますね。え、待て待て、その格好で行くの？はい。アテナ、俺君に謝らなきゃ。え？ヨシチカさん？バカ！こんなとこまでベタなことしてんじゃないわよ。本当にごめんなさい。怒ってるよな。当たり前でしょ。いや、本当見るつもりなんてなかったんだ。はあ、私が怒ってるのはそのことじゃない。え？謝る相手が違うでしょ。アテナ悩んでたよ。あなたが信じてくれなかったって。アテナがどんな思いであなたのロジックカードを探し出したと思ってるの？サンキュー、ユリネ。アテナ、ごめん、俺がバカだった。人とか神とか関係ないのに勝手に線引いて距離を置いてた。もう疑ったりしない。アテナのこと 200% 信じるから。嬉しいです。ヨシチカさんにそう思ってもらえてとても嬉しいです。これからもよろしく、アテナ。こちらこそよろしくお願いします。どちら様ですか？覚えてないの？ネメシス。どんだけベロニカが通ったと思ってんのよ。やめろ。はじめまして、あなたの元部下ベロニカ・アナンコです。そういうこと？ごめんみんな。ほら、しおりも。ごめんなさい。いいじゃない。一度みんなとゆっくり過ごしたかったし。ね、みんな。なんか、悪いな。でも意外。ガンガンが来るなんて。俺のロジックが聞こえたからだ。そう。あれ？親父は？ああ、6時までに帰るって言ってたのに。女の人くぞいてんじゃん。まさか。どうぞ上がって上がって。おやじ、今はダメだ。ああ、局長どうした剣？バーでベロニカと飲んでたら声をかけられたの。剣、おめでとう。今日誕生日なんだって。
いや、違うんです。いやー、まさかしおりが同じことを考えていたとは知らなかった。剣家の血だな。どういう意味？もうその話終わってるんで。よし、全員揃ったことだし、お食事の用意しますね。何か手伝うことあるかな？じゃあお願いします。うん。おい、味見させろ。ダメですよ。ケチケチするな。私は何すればいい？ああ、クロエは